茂岡君五郎重茂岡君五郎明治39年6月21日は日本の衆議院議員弁護士。伊予国北郡内の小村にある五福商券雑貨屋の次男に生まれる。東京大学法学部を経て司法情報学校測成課を卒業後、判事登用試験に合格するも10日間で辞職。年からフランス X 大学に留学し、 法学博士号を取得。帰国後、1892年に、第2回衆議院議員総選挙に年齢を2歳、ごまかして出馬するも、改新統計の言友正親に敗れる。第三高等中学校法学部教授や、関西法律学校教授職宅を務めたほか、1893年に、弁護士業を開業している。1894年、 第3回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、第9回まで連続当選を果たした。その間、1895年から1902年まで、法典調査委員を務めたほか、1898年に、第1次、大熊内閣で外務省通商局長、1900年、第4次、伊藤内閣では、文部省官房長に任じられた。 1906年、胃がんのため42歳で死去。その早すぎる死を悼んだ、西ジ寺金持チら声優会の同志より、遺族に、黒田キリオテル製作の肖像画が贈呈された。ありがとうございます。